全然見だったわ。あ、俺大体そうだよ。そうだよね、うん、いや、まさか俺がと思って。他はね、川村です。 N さんです。あれ、来ないな、今日は。寝てねって。いや、他はね、俺の靴だからな。急に言われてもって。履いてたのかなと思って。ということで、今日はディアボバーグをまた紹介するんですけど、はい、速攻で売れてしまったノーラペルジャケットと DP トラウザーズ、はい、すぐ売れてしまったんですよ、ありがたいことに、はい、そしたらもうすぐ営業から連絡かかってきて、もう1点いかがっすって言われて。で、まあ僕も正直もうちょっと見てもらいたかったなっていう、あ、ほぼ見られてない幻のポケモンぐらいの息に達してしまってるぐらいの売れ方だったので、はい、もう一回紹介したいんですけど、全く同じものを全く同じサイズで送りますって言われて届いたのが、ノーラベルジャケット、はいね、こちらは同じですよね、はい、こっちがね AP トラウザーなんですよね。ちょっとん新顔だぞっつって、はい、ということで、まあ、今回2つ紹介しますけど、主にこっちをね AP トラウザーの方新しく入ってきたんで、はい、紹介しようかなって思ってます。はい、やっていく。ということで、エンさん、はい、ディアボバーグですけど、どこで活動してますか？デンマーク。あ、違うか。あ、じゃあ何人ですか？え、スペイン。スペインじゃない、ちょっと待って、あの、なんかデンマークとかだって気が赤っぽかったんだよな、国旗が。ノルウェーちょっと、あれどこだっけ、スウェーデン。違います。まあ、デンマークなんですけど、あ、はい、で活動拠点は、あ、イギリス、はい、ロンドンですね、はい、あんま出てこないね。あんま出てこなかったね、Nさん。ということで、ディアボバーグの、営業さんがプロフィールみたいなやつを送ってきてくれたので、それを読み上げると、ディアボバーグはロンドンを拠点に活動するデンマーク生まれのファッションデザイナー、ディアボバーグによって2020年に設立されました。普段はロンドンの老舗であるケイスリー・ヘイフォードのパタンナーを務めながら、週末にコンパクトなコレクションを制作しています。日常の平凡さを美化し、機能的で直感的な衣服を制作しています。素材は季節にとらわれず毎日着用できること、美しいドレープが表現されていること、そして心地よい触り心地であることが重要視されて選定されていますということですね。で、全ての衣服は妥協ないクオリティでロンドンの小さなアトリエで制作されています、生産されています。ディアボバーグのスタジオもそのアトリエの近所にあり、生産者全ての工程をディア本人がチェックしているということですね。常にスモールビジネスであり続け、自分の目の届く範囲の人に対してだけ衣服を制作し続けていきますっていうパンクの精神の塊です。で、やっぱコレクション見に行ってもやっぱ数型しかないの、うんうんうん、でそれでいて、まあ、素材を変えていくみたいな感じで本当に小さく小さくやってるんだけど、はい、やっぱ彼女特有のそのラインとかカッティングとかがあるから、はい、見た時の衝撃ってすごいでかいんだよね、数型しかなくても。あ、見ててめっちゃ楽しいし、もう AW の発注が終わったんですけど、はい、もうやっぱ見た瞬間にもう力入れてやろうって思ったぐらいだったから、もう僕は本当大好きですね、彼女の作品。うん、でこの2つなんですけど、素材が今シーズン限定のものになってるんですよ。はい、なんていう生地か分かります？説明しました、これ。説明した、はい。なんだふって。このブランドの通称があります、この生地に対しての。ブランドを、あ、そういうこと？呼んでる、はい。いや、全然わか覚えてないわ。フォース。エアフォース？そうです。エアフォース。で、なんでエアフォースかっていうのが、はい。ちょっと謎な部分であったんですけど、実は、いわゆるウールサテンに属する生地なんですって、これ。はいはいはい。で、UK エアフォースの将校のセレモニーに着用するユニフォームを模した素材。へぇー。だからそのセレモニーで使われるものがサテン生地なんだよね。あ、はい。それをウールでやったからエアフォースっていう生地になってます、はいはい、で高密度で張りと光沢があり耐久性にも優れているのが特徴。本来ドレープ感は強くないのですが、ウエイトが軽いのでディアボバーグの世界観にもフィットしているってことですね。で 24SS 単発の素材なので今後の継続はありません、今回限定ですよ、早く買えっつって書いてあります。なので本当に何に近いと思う、これ。でもドロウールだよね。ああ、そうなんで、もトロピカルはもっと張りがある気がするんだよね。ギャバジンとそのトロピカルの間ぐらい、そう、特徴を合わせたみたいな。そうだよね、その膨らみ感とかもちゃんとあるし、うん、ドレープがちゃんと生まれるっていうのがこの生地の良さだよね。うん、肌触りがやっぱめちゃくちゃいい。そうだね、うん、
なんか本当になんていうのかな、ハイブランドの感じする。わかるわ。ディオールとかじゃない？俺らが思い描くディオールとかってこういうさ、シュッとしたさ、ギャバっぽい生地使ってくるよね。なんかそれに近い僕の中では。ということでそのエアフォースが2つに使われております。で NP ブレザー、はい、はい、ノーラベルブレザー OK です。はい、で AP トラウザー、AP 出てこない、アジャストプリーツだと思います。まあ、ここアジャスト聞くように、あのセーラーパンツみたいになってるんですよね、ここは。はい、まあ、両方ともじゃ あのディティールを説明しますね。まあ、NP ブレザーはリアがもともと大学生の頃引いたローピークのラペルブレザーっていうモデルがあるんですけど、そこから発生したモデルなんですって。はい、はい、脇下からワンパネルでフラップポケットを構成しており、ショルダーラインは大きく後ろに振ってます。結構後ろに来てるんだよね、この肩のラインが。でフロントから見た際のシャープさを強調してるっていうことです。ショルダーラインを後ろに振ることや伊勢のみで肩を構成する技術は英国のテーラリングの特徴ってことですね。だからまあその肩のラインとか、このかあの伊勢込みで丸みを帯びて、でまあフロントから見た時にシャープに見せたり、ここがまあガチッと人の体に沿うような作りになってるってことですね。はい、でまあやっぱこの前に言ったカッティングですよね、ここ。はい、本当バンって切られたような、もう完全に抜刀斎にやられてるから、ここは飛天満剣流で、はい、でもう切り取られたような V ネック、そして肥沃のボタンで、ここが本当に面白い。昔のこういうのさ、このシームレスのフラップポケット見るとさ、うん、昔のラフのデザインにめっちゃ見えるんだよね、この切り替えでさ、うん、何かを作るみたいなのが多かったの、昔のラフって。それに結構似ててね、面白いんですよね。袖がかなり深めのスリット、ボタンはなくてスリットになってます。はい、なんでここがもう本当着物スリーブじゃないけど、こういう感じで広がるような感じになってますね。はい、でこの本当に曲線を描くようなカッティング、はい、そしてこの大胆な切り込みが特徴的ですね。まあ後で着てみます。はい、で AP トラウザーですね、こちらがはまあアジャステッドってことで 2.5 だね。2.5。うん。やっぱ 2.5 で5センチだと思う。はいはい。5センチアジャスト可能ですよぐらいな。今まあ勘で言ってるんで分かんないですけど。はい、ウエストいけます。でそこからもうポケットになってて、で下にストンと落ちるような、これは DP トラウザーと同じような感じでストンと落ちるようなシルエットになってて、はい、で今ちょっと丈は N さんに短くしてもらって、後で履いた時に僕がぴったしになるような丈にしてもらってます。はい、あこっちはあれなんだ、肩玉なんだね。はいはい。前はフラップだったじゃん。うん、なんだけどこちらは肩玉ということで、まあ、前の DP に比べたらもうちょっとなんていうのかな、やっぱミリタリーっぽいよね、このセーラーパンツっぽいような感じで、あ男臭いような要素が強いと思う。でそれでいてシンプルかなということで、 N さん、はい、まあ、3と3があるんですけど、サイズはいくつを着ればいいですか？3と3ですね。3と3で大丈夫そう？大丈夫そう。 OK、 じゃあ3でいきます。寿司三昧。これやると N さんが喜ぶから。いつもね、全然合ってないんだよ。タイミングがね。ということで173センチがサイズ3を着ているんですけど、はい、本当ジャストです。でウエストもアジャスト効いてちょっと緩いかなぐらい。あ、はい、ちっちゃいものにしてます今。はい、で本当この力の強い感じ、うん、着た感じがもうさ、着た途端に雰囲気変わるよね。うん、そうだね、いいよねこの感じ、他にはないような。いやめちゃくちゃかっこいいけどね。かっこいいでしょ。うん、しかもなんかパンツが DP よりもちょっとワイドなのかな、裾口とか。それ思ったわ。そうだよね。ねえ、なんか向こうテーパードしてたもんね。そうだね、ちょっとさ、まあ、この表現どうかわかんないけど、ボンタンじゃないけどこう、はい、氷炭型みたいな感じになってたじゃん。うん、こっちはまっすぐストンと落ちてね、なんかこう今っぽい。そうだね、形になってるよね。うん、いいですね。めちゃくちゃかっこいいよね。かっこいいねこれ。フランスのセレクトショップとか行ったってそうな。ああ、俺が。そうです。ボンジュボンジュ。まあ立ってるからね。立ってた？立ってる？立ってない。立ってない。お前から言い始めたじゃないか。まあ、肩も本当バチクソに合ってるし、なんて言うんだろうな、このポケットの感じとかこのスリット、ちょっとこう膨らんでくるんですよね。はい、スリットがあるがゆえにとかさ、本当特徴的な部分が多くて、なんか今すげえ雨降ってるんだけど、
なんかその気にしなくていいぐらい。はいはいはい。ボバーグの作品はいいかな。いやいいな。やっぱ僕はクルーネックとかで着てるのがいいかなって。はいはいはい。思ってるんですけど。ちょっといいやりたいことがあったんですよ今日ね。いつもやっぱこう撮影するときに何着てこようかなって考えるんですけどね、はい、当初の予定と違うものを着てきました私は。あクルーネックがいいなと思ったのと、うん、でもちょっと待ってて、シャツがさ、この前のさイシューのシャツとかいいんじゃない。実はちょっとこの感じも良くない。ああいいね。ねえめちゃくちゃ爽やかになったわ。何汚いって言いたい。よくない？そうだね。なんかそのワイドパンツとその上のシャツのワイドがめちゃくちゃあって、うん、ジャストみたいな。これはいい。いいね。いやマジでね、リアねすげえ好きなんだよ俺。あ次のオーダーもちょっと気合い入れてオーダーさせてもらって、営業さんからもビッグオーダーありがとうございますって来ちゃうぐらい。あそうなんだ。うん、やるから僕は。気分なんですよね今の。なあちょっとそのモードっぽい雰囲気。そうやっぱさ、ドメスティックにはない力強さが本当あるじゃん。うんうん。綺麗な感じと。そうだね。いやいいなあ。うわこれやりたくなっちゃったなあ。でまあジャケットを着るわけっすよ。もうほら絶対いいもん。ほら確かに。でしょ。うわかっこいいな。かっこいいでしょ。ええやん。もうこれで。そうだね。やっぱうちこのさ女性デザイナーっていうのがそもそもいなかったですし、でこのリアがさ女性デザイナーで、特にこういうカッティングとかが素晴らしくうまいデザイナーっていうことでさ、うんうん、本当にいい意味でさなかった感じで浮いてるじゃん。はいはいはい。アカシアの中で確かにすごい心地いいです今私は。うん、なんかそのなかった穴を埋めてくれるようで。はい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 、はい、めっちゃいい。でしかもそれでさやっぱこうイシューとかさ、まあ、ディミシとかと合うってことはさ、うん、カテゴリーとしてはやっぱこうすごい遠いところにいるわけじゃないみたいな。はい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 。確かにね。だって幼児や桃と仕入れてさ、うちの商品と参りますっていうのはさちょっと無理があるじゃん。ああそうだよね。あるものもあるんだろうけど。そうだね。ちょっと行き過ぎてるっていうかデザインが。そう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 。だけどやっぱさこれリアとかだとさ、こうやって国内ブランドにも合わせやすいし、まあ、うちで取り扱ってるようなものにもいけちゃうから。うんうん。なんかそれこそズタボロのパンツとか合わせてもいいし、ジャケットにズタボロのインナーでもいいし、はい、その辺のバランスですよね。やっぱ服っていうのはバランスだから、もうバランス取れてないのが一番ダサい本当に。その言うてしまえばそのロゴドンにさらにロゴみたいな。あで、はいはい、そういうバランスもあるじゃん。うんうん。そうシルエット的なバランスだけじゃなくて。そうだね。いろんなバランスがあるから動き方もできます。はい、かっこいいね。いいね。ということで、私173センチがサイズ3を着ました。はい、ありがとうございました。ということで NP、はい、リアボバーグの NP ブレザーと AP トラウザー、はい、履いてみましたけど、もうこれ着てどこ行くかもういろいろ湧いてきたでしょ。この前言ったコーディネートとかさ行く場所、はいはい、N さんのもう鮮烈すぎて覚えてるんだけど、なんか社長の集まりに行きたいって言ったんだよこの前。俺はそれが残念すぎて。今日はどんなとこに行きたいか聞かせて。あなたならこれを着てどこに行く。俺はね、うん、まあ俺さぶっちゃけそんないろいろ行ったことないんだよね。だから、うん、シンプルに六本木、はい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 、のミッドタウン、だからあのなんか中庭っぽい公園あるね、あるところ、あそこでまあゆっくりしながら、うん、あれ新国立美術館、うん、六本木にあるところ、うん、さあそこでゆっくりした後にそこの美術館行って回るっていう、そういうなんか落ち着いた感じがいい。そうだね。服装はセットアップで、インナーは？インナーが白シャツだね。あーいいね。靴は？で靴はコンバース、はいはいはい、はい、お白。うーんいいね。うん。でバッグは持たないかな。僕言っていい？ちょっともう言いたくなっちゃった、うん、なんかね僕はセットアップでさっきのイシューのシャツストライプの、はい、に革靴で片手にコーヒー持ってて、はい、あのさ紙コップみたいなコーヒーね、うんうんうん、持って羽田にいます。はいはい。でパスポートパッて出して、で行き先はニューヨーク、もうこれで行っちゃうんだからっつって、もう機内関係ないよっつって、はいはいはい、まあ、ビジネス乗り込んでガーって寝て、ニューヨーク、ニューヨークに降り立った時もこうだから。ポケットにコーヒーこうやって持って降り立つ。でしかも服装これめちゃかっこよくない？うん、かっこいいね。でウーバー呼んで
で、マンハッタンまで、はいはい、行っちゃいます。恋人と会うみたいな、そう、もうそのぐらいの感覚。確かにかっこいいね。なんかこれはニューヨークすらも近所に感じさせてくれるような服です。はいはいはい、そのどこにでも行けちゃう、あ、雰囲気が、世界中が、そう、近所、そんな服です。確かに綺麗だったもんな。なんかどのジャンルから見ても綺麗そうな、うん、ストリートのが好きな人が見てもかっこいいってなりそうだし。そうなのよ。で、前俺スニーカー合わせたけど、スニーカーで合わせちゃってもいいし、うん、あ、そのエンさんが言うコンバースみたいなスニーカーでも、うんうん、ダンクみたいなスニーカーでもっていう意味ね、うんうん、そういうことができちゃうから、ほんといろんな格好を楽しめるし、いろんなとこに行けちゃうし、いろんなとこに行きたくなっちゃう、やっぱ。確かにね、うん、これ着てどこ行こうって考えちゃうような楽しい服なんで、あの、うちに引っこもってる人はもうこの服を買えるもう袖通したら分かるから、第三の目が開くよ。確かにね、どこ行っても問題ないもんね。もうそう、問題ないし、やっぱね、心弾む、楽しくなっちゃう、これ着たら、うんうん、足がもう前に進み始める勝手に自信を持って、そうそういうことですよ。やっぱ服って面白いんですよね。楽しんでこうぜって話とですね、はい、じゃあ N さん、はい、申し訳ないんだけど2回目の総括してもらっていい？このリアボバーグの NP ブレザーと AP トラウザー。はいはい、前回どんなんか忘れたけど限界とかだった気がする。コスプレ限界みたいな、ブランドができないテーラーの、そう、そのギリギリってことか、うん、いや、まあ、今回は、はい、その繊細さ、はい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 、かな。なんかさっきもケスケ言ったように女性だからなんかこういうシルエットのものができるって言ってたけど、はい、確かにと思って、うん、なんか別にでもやってることはさ、カットして切りっぱなしとかだから、うん、ちょっと男らしさっていうのはあるんだけど、うんうん、でもやっぱりそのシルエットの面で、うん、普通のブランドだとさ、テイラードとかだと結構男らしくなっちゃうっていうか、はいはいはい、ラインがとか、うん、スーツっぽくなっちゃう。そうだね、うんうん、その土臭さもある雰囲気なんかもあるし、はいはい、そこが一切なくて、うん、すごくシャープ、シャープだよね、うんうん、ワイドとか、うん、ゆとりはあるのにすごいシャープに見えて、うんうんうん、そこがやっぱしね、すごいなって思ったね。うまいよね、うん、でその女性の持つそのシルエットの作り方とかさ、パターンのあり方とかがすごい着てるのを見て思ったわ、うん、綺麗だよね、ほんと繊細だよ、うん、他にはない感じっていう。セットアップですね。そうですね、まあ、もちろん単品でも使いやすいですし、セットアップで着てくれてもいいし、まあ、ニューヨーク行くんだったらセットアップだねそうだね、まあ、セットアップで買ったらもう結構ずっと使えるからね、うん、そうだね。これに取って代わるセットアップなんてないと思う、正直。あー、確かに。ということなんで、まあこれはオンラインサイトに、こっちがね新作になるのでこれからあげます。でこっちはもう載ってるのでぜひ見てくださいっていう感じで、まあ、ぜひセットアップでおすすめしたいのと、今週末の、15日からですね、15、16、17、金、土、日、クジャクのデザイナー西崎さんが、はい、あの赤社に立ってオーダー会をやるっていうことで、もうめちゃくちゃ盛り上がっちゃうと思うんで、はい、もうすごいんだから、もう営業さんから、あ、金曜日から西坂さん立てますよみたいな、いいですね、アグレッシブだね、でいいですね、ありがとうございますっつったら、いや、あの人マジで一日喋れるんで頑張りましょうみたいなデザイナーってもっと寡黙かと思ってたわ。まあほとんどそうだよね、なんかほとんどそうだよ、ね、うん、で空手のさ軽量級の日本チャンプでさ、めちゃくちゃ喋れるんだよ、なんか目指すとこ違くない？確かにねでそのデザイナーも来てくれるんで、まあ、ぜひとりあえず、まあ、クジャクっていうブランドを知らない人も多いだろうから、デザイナーに会って、はい、どういうブランドなのかっていうのをね感じてもらいたい。なんかデザイナーありきのブランドだなと本当に久しぶりに思った。日本ってあんまそういうのないじゃん。そうだね、まあ、基本デザイナー隠れるっていうか隠れちゃってたもんね。そう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 、でいなくてさ、デザイナーを感じることなんてほとんどないじゃん、うん、もうデザイナー、そうだね、クジャクはもうデザイナーって言ったらギャルソンか幼児どっちかぐらいだもんね。って言ってもあれはさ、媒体を通して近くに行っただけでさ、本気に遠い近くにいないじゃん、うん、そうだね、本当に近くにいるから、うん、週末に会えるデザイナーだから、うん、KJK1 西坂だからということで、はい、その辺もやっていくんで、まあ、ぜひね遊びに来てほしいですね、店頭にも。最近オンラインも好調なのでオンラインでもいいんですけど、はい、やっぱねここにいるよっていうのがあるからね、うん、そうだよね。ということでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。